大川の方はね、こうなってるんですね、道路で、まあ、構造は同じなんですけれども、この部分、この部分がちょっと装飾が施されていて、でこれはね、韓国のチャンゴと同じなんです。それで、もう一つ、書斎にある三の鼓、三の鼓もこれと同じようになっています。ですから、これは明らかに、まあ、大陸から来た楽器を日本人なりに改造して作ったんだと、ここは思っで、これはですね、まあ、見た通り、そうですよね。これってね、大体ね、1800年代のようなデータが何年前、200年100年ぐらいない、江戸後期多分だろうと言われて、これ教えてもらったことがあるで、かたや今一緒にこうやってツインさせてるんですが、これまあ見てるともう全然新しいですね。これでね、30年代、うん、だからこうやって比べてよく分かりますよね。たまたま僕はこれ使ってるんですけれども、裏の皮がやっぱりこう経年変化で、まあ、こっちとついになってたんですけど、あまり不具合が生じていい音がしなくなってしまって、それで今これに変えたら、まあ、たまたまいい音してたのでこれを使っている。でどうやって組み立てるかって言いますと、ね、この形にするわけですよね。でちょっと、あ、すみません、ちょっとして見えないで、まあ、本当に単純で、今この川の間に入れて、銅を入れて、でこれを、調べていいんです、この紐のことを調べて、調子の調、ごんべんに、一周一周の周って書いて、調べ、変に出てない感じ。調べ、これを縦調べ、要するに川と川を結んでの縦調べと言っております。ちょっとこれ何を今やってるかというと、紐のこの縦調べの紐の均等を保つためにこんなやつみたいなのをしておりますが、全体にこう均等に張り具合を調整しているところですね。それでこちらを横調べと言いますが、横調べをこうやって通します。そうすると、まあ皆さんが見たことがある鼓の形になるわけですね。で今これ、こうやって組み立てたばっかりです。でこの組み立てたばっかりの時にどういう音がするかちょっとやってみましょう、ね、僕もどういう音するか全然わかんない。こんな音ですね。でこれは決していい音じゃないですね。やっぱりいい音っていうのは皆さんの想像に多分あるだろう。こういう音ね。これに比べるとこれプラスチックなんだけどこっちの方がいい音してるし、こんななんか音が詰まった感じでします。でこれを調整していくんです。で何で調整するかと言いますとですね、なんかこういうとこから出すと手品みたいにこういう半紙、これ普通のこれ和紙なんですけれども、半紙、これをですね、これからですね、薄いでしょ、すごい薄いでしょ、これ普通の半紙、和紙の半紙、それをね、僕らはね、これをね、調子紙って言うんです、調子紙。これをこれから1枚つけます。多分2枚ぐらい、これはねこうやって汚いみたいなんだけど、こうやってつけるんですよ僕ら。いつもこうやって裏側のですね真ん中に貼ってます。で、やっぱりこう湿気が必要なんですね、この鼓って。それなもんですから
気をこうやって吹きかけて湿気を与えてます。さあこれでどういう音が変化があるか、ちょっと色がもう少しだ、もう一度、こうやってね、いつも楽屋で調整するんです。毎回。だから歌舞伎の人もそうだし、そうですし、それからお能の方の方もそうですし、必ずこうやって楽屋でですね。少し横に、ね。しばらく置いていくでしょ。っていうふうに組み立てるんです。で、